皆さん、こんにちは。夏美です。ジャパンテレビの本日ニュースを聞いていただき、誠にありがとうございます。サブスクライブして、最新のニュースを聞いてくださいね。本日の主な内容はこちらです。西野郎監督が、タイで愛されるわけ。U-23 選手権で大仕事を遂げている。一人の日本人監督を中心に、 スタジアム全体が一つになっている。そんな雰囲気を感じさせる試合だった。アジア u 2参戦試験グループリーグ、開催国のタイは1勝1敗の勝ち点3で迎えた A 組、第3戦で、イラクと1の1の引き分け、勝ち点を4に伸ばすとともに、勝ち点5のオーストラリアに続く、グループ2位となった。この結果、タイは、グループリーグを突破し、 準々決勝へ進出。今大会の上位参加国に与えられる、東京五輪出場権の獲得へ向け、また一歩前進した、人仕事を得た、U-23 体代表の指揮官は、試合後、記者会見場に姿を現すと両手を合わせて、一礼してから着席。はじめに試合についてのコメントを求められると開口。一番、コップカップ、ありがとうと、タイ語で、 感謝の言葉を口にしてから話し始めたチーム全体で積極的に一試合一試合積み上げてきた結果のベスト8一つ大きな目標に到達できたことに選手を叩いたいと思う A 代表との兼任でこのチームの監督に就任して約半年西野郎監督もすっかりタイの文化に馴染み振る舞いも板についてきたようだ相手を尊重し受け入れるという点では タイの人たちも同じだ西野監督が試合後の会見場にやってくるとグループリーグ突破を決めたイラク戦ばかりか敗れた第二戦のオーストラリア戦でも地元の記者たちから拍手が起きたアジアを代表する強豪国の一つであるオーストラリアを相手に1から2で敗れはしたもののこと前半に関しては圧倒したと言っていいほど攻撃的な姿勢で挑み続けたそんな試合内容が 彼らを十分にワクワクさせたということだろう。スタンドに集まったサポーターたちもまた、日本で数の実績を残した指揮官を尊敬している。試合前のメンバー紹介でもその名が呼ばれると、他の、どの選手よりも、大きな拍手と歓声が起きるのはけつまって、西野監督だ。また、かつて、ベリンダ・カーライルが歌ってヒットした、HE アバニセプラスセンナースのメロディに乗せ、 アキラタイランドとコールするちゃんとは、彼らの応援の中心をなしている。この大会で、タイの試合を見ていると、そんなことを感じさせる場面に何度も出くわすのだ。U-23 タイ代表の指揮官として、手腕を発揮している西野郎監督、一番右もちろん、それは単に西野監督が、日本人監督だからとか、ワールドカップで日本を、 ベスト16へ導いたからという肩書だけのおかげではないだろう日本代表やアトランタ五輪代表だけでなく J リーグでも豊富な監督経験を持つ名称はタイのサッカーファンの心をくすぐる魅力的なサッカーを間違いなくチームにもたらしているからだディフェンス力に関しては正直かなりレベルアップしないといけない派に衣着せぬ西野監督はシビアにそう指摘しつつもだからといって 短所の改善ばかりに躍起になるわけではない。指揮官は、オフェンスの選手のタレントは、非常に濃いうものを感じるといい、こう続ける。鋭さがあるし、スピーディーで、技術的にも高い選手がいる。やはり攻撃でチームを作っていきたい。選手はテクニカルなので、ボールをつなげる技術は通用する。まずポゼッションで。 自分たちがボールをコントロールしていく。そして攻撃的な選手を活かしていこうというのは指導の中で強調している実際。タイはオーストラリアやイラクといったアジアの強豪国を相手にしても自分たちがボールを保持して攻め続け、決定期にまで至る時間を長く作り出すことができていた当然課題もある。西野監督がオーストラリア戦後に90分間のフィジカルを 挙げていたように、試合が進むにつれどうしても押し込まれる時間が長くなるのは否めない。また自分たちが主導権を握っている時間帯でも、せっかくの決定機をフィニッシュの精度が低いばかりに活かせないのもたまに傷だ。イラク戦などは前半だけでも数多くのチャンスがあり、ハーフタイムを前に試合を決めることができたのではないかと思うほどだったとはいえ、結果はともかく、 パスワークにドリブルも交え、まずは積極的にゴールへ向かう姿勢を見せ続けるからこそ、西野監督は、そして西野監督率いる U-23 体、代表はメディアやサポーターからの支持を得ているのだろう。この大会で、タイがグループリーグを突破するのは、初めてのことだが彼らは決して弱者の先方に徹し、耐えるだけのサッカーで勝ち点を拾っているわけでは、 内西の監督は言う、今大会のホストとして、緊張感もあるし期待されているし、いろんなプレッシャーがある中で準備をしてきて、選手は持っている力を出し切っていると思う。まだまだ足りないところもありながらもいいチャレンジはしている。初のベスト8進出を果たしたタイが、東京五輪域の切符を手にするまで、あと2勝。まずは準々決勝を突破した上で、準決勝に勝つか。 三位決定戦に勝たなければならない。対戦相手がどこであれ、チャレンジャーであるタイにとっては厳しい道のりになるだろう。ともすれば、大敗を喫することもあるかもしれない。しかし、ただ一つ確かなことは、西野監督率いるタイは自分たちのスタイルを貫くということだ。なぜなら、彼らはそうすることが、目の前の勝利だけでなく、未来の勝利への近道だと信じているからだ。西野監督は、 淡々とした口調で、しかし、そこに自信も漂わせ、語る。ホストのアドバンテージで、準々決勝まで中3日、対戦チームよりも1日、多い中で、準備できるのは、フィジカル的にも、メンタル的にも優位な状況。これを活かして、コンディションを整えたい。第3戦で大幅にメンバーを入れ替えて1、2戦の、主力メンバーは、かなりフレッシュになれたと思う。三試合を通して、 チームの戦い方や狙いもかなり統一できている。とにかく自分たちの強みを出していきたいなと思う。タイスタイルは、ポゼッションとスピード感にあると思うので、そこを活かした戦い方で挑んでいきたい試合中ずっと、テクニカルエリアに立ちっぱなしだった、指揮官は、試合終了を告げるホイッスルが鳴り響くと同時に、 ピッチに足を踏み入れ、大仕事をやり遂げた選手たちと順番に抱擁その後、選手と共に場内を一周すると、ゴール裏で、バックスタンドでまた反対側のゴール裏で、次々に、西野、西野の大合唱が起きた、微笑みの国と日本人監督の幸せな関係は、順調に育まれている。 ご視聴ありがとうございました。何かご意見があれば、コメントをしてください。また、最新のニュースを見れるように Like ボタンとフォローボタンの多くを忘れないでください。